途中トンネル途中トンネルは国道367号の滋賀県を落ちシ下カリズ途中町地内にあるトンネル当地にあった旧道の難所途中声を解消することを目的に作られたトンネルで本体は全長382メートル幅6.5メートルでその周辺の道路を合わせて整備されたバイパスである百八十七年十月十四日にトンネルが貫通して 1988年4月5日に途中トンネル有料道路として開通し、2010年10月1日に無料開放された。かつては有料道路として運用されていた際には、トラックやダンプカーなどが有料区間を回避するために、近隣の狭い街路を通過して、騒音や渋滞などの問題が生じていたことから、2008年11月25日から通行料を無料化する。 社会実験が行われ、近隣の狭い街路を通過する台数が約70%減少した。この社会実験の効果を踏まえ、周辺街路への迂回車両の解消などを目的に無料化されることになった。なお、建設費のうち未償還額は約2億2500万円となっていたが、滋賀県と大津市が接半して負担することとしている。有料道路時代の料金所は、 大見鉄道に管理委託されていた。トンネル北側にある途中交差点夜間22時6時は通行無料。ありがとうございます。